キヨキヨハロー YouTube よろしくお願いします。今日はなんとレッドスパイダージュニアさんです。よし、スパイダー、もうこんな伝説の方と今日はなんと巻ひかにドッキリです。はい、内容としましては、まず僕とマネージャーユージがとジュニアさんがおるんですけども、この事務所に裸のパンイチで怒られてます。どういう状況？そこに入ってきた巻ひかは一緒に裸になって謝ってくれるかと、まあ、検証です。まあ、なんで裸になってるかっていう理由は、僕がリアルにダブルブッキングしてしまっていちいちずらしてもらったって、これリアルなディスケ。まあその流れって感じだね。そして僕のプラムワンの歌も歌ってもらってるレイ君が、ほんまに何も知らずに来ます。二次災害です。レイ君は何も知らない。あれやな、俺はもうその裸の二人ね、はい、怒って、で巻ひか入ってきた時に怒ったらいいってことやな。そうです。でお前も脱げよ的な、はい、ね、に徐々に持っていくみたいな。でレイもその流れでお前も脱げよ。だから来るやつ全員脱がしてみる。脱ごうも脱がまいも最終歌歌えると思って来てるんで、うん、そうやね。ジュニアさんのチャンネルで、はい、マキカのいつものホンダの歌をやらせてもらえるということで、はい、レゲエで歌を最終歌わせましょう。うん。裸にさせて。いいな、これこうやって、はい、裸合唱団完成です。ゴールは裸合唱団でいきたいと思います。 OK です。だからあれやな、見どころ的に言うたら仲間たちが裸で怒られてんのに一緒になって裸になって怒られるか。そうです。お前な、僕らチームマキヒカっていう名前で常にやらせてもらってるんで、ボスなんで彼は。そのチーム的にどうなんみたいなとこやな。はい、彼が一番裸になって謝らないといけないの。いや、そうだけど。まあまあちょっと僕も頑張るわ。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日は何分話すか。ビール上がってええって来てる。ちょ、ほんまあかんねん。すまない。どういうこと。はい、はい、おはようございます。おはようございます。これ補足のままで大丈夫ですか。あかんくないね。すいません。あ、ごめん。おはようございます。そう。撮影27やね。まあ、ユージがちょっとヘモって、まあ、ジュニアさんもめっちゃスケジュール詰まってる中、まあ、完全ユージの、まあ、仕様で日にちが変わって、はい、でほんで今日もちょっとなんかまだ時間全部ミスってもらって、でもジュニアさんもさすがにまあその1日変わった時は LINE でもいいよみたいな感じだけど、今ダメ押しでいらっしゃって、まあ、俺もでもそれお前がさ、あの繋げてるからさ、はい、なんかお前なんか関係ないみたいな感じ。すいません。いやでも一応俺もまあなんかオーガナイザーというか、まあ、繋いだとして、まあ、でも僕が普通にダブルブッキングしてたんで、すいません。でもお前そうだけど、ちゃんと聞いておけよ。すいません。でなんでお前ブッキング。俺もそう。いや、そうです。すいません。お前ら脱いでんの。俺もおすぐ取られる。ちょっと崩していいですか。え、ちょっと膝悪いんですよ。こうなってもいいですか。ちょっと膝が。なんでお姉さん座る。膝ちょっと小学校の時にやって。ユージがあれちゃんのミスったの意味わからへん。はい、先生です。ふざけてんの。いや、ちょっと膝が本当に悪いです。膝が。すいません。ちょっと待って、何のお前それ。何やねんそれ。ふざけてんの。すいません。普通謝るときとかちゃんとこう正座せえ。お前ちょ、出るよ、こっち来い。膝、膝、膝。何やねん、おかしいやん。赤いよ。すいません、失礼します。いや、
ピンクよ。そうだ、お前やん。はい、すいません、すいません。でどうすんの、こんな感じなんかバイブス悪いやん。脱いだら済むっていう問題でもないやろ。でもこれチームでやってんやんな。はい、はい、知ってた、あのディスケース知ってた、知ってた。かぶってしまったことですか。かぶってしまったことは、2週間前くらいに知ってました。それってさ、みんなでこうやってんのチームマッキーかみたいな感じでこうやってんの。はい、はい、もう全体責任ちゃう。そうっす、チームで やってます。これはチームでやってない。これ連絡ジュニアさんとは取ったこともないし。誰が悪いんだ。取ってない連絡を、うん、お前連絡は僕が全部やり取りしました。でチームの巻き引かって言ってない。それはそうですよ、まあ、そう。で僕が27無理になって無理になったとかじゃなくて、僕が勝手に言われた日にちが自分で押されてたのに違う日にちになりましたって僕が来ただけなんで、これは完全にチームとしてそのまま勝手にやめてください。いや、その俺もやから被害者です。俺もやから。それはお前だけ。お前も一緒におったんやろ。俺も知らんかったから。はい、はい、来たらもうこうなってたから俺も。は、いや最初その一人でやって、うん、俺が来たらこうなった。それは、あ、お疲れ様です。それはもうチーム脱として、やっぱりチームとして脱いでる、脱いでるっていうか脱いでた。いやもうなんかどうわびえんねんみたいになって、もう帰るみたいになってんけど、ジュニアさんやその話になって、はい、こいつらとりあえず脱いで謝りますみたいになって、ほんでほんま脱いでみろみたいになって、まあみんなこうせえちゃんちゃんとし、今日あれや、なんかもう今日さ歌やるってやったやん。はい、はい、でそもそもなんかこんなこう話をしてんの。何の歌を歌うか。そうですね、あの何の歌を歌うか、歌える歌をやんやろ。今日歌って聞いてないんですけど、何の歌かは。トゥワイス。トゥワイス。ジュニアさんの方ではあのレゲエのやつでっていう話はしないんですけど。いやいや、俺のはあのレゲエやるけど。僕らの方は。マキイカチャンネルは別にトゥワイスでいいや。トゥワイスです。歌う。職によります。まあ、リズム。何の曲？怖いです、怖いです。怖いです。イエス、オー、イエス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 。ふざけてるよ。ホンダでやってよ。ホンダで怖いです。いや、そうちゃう。それ、ウィーちゃん。それです。どの曲ですか？いや、ドワイス。この曲レゾム。はい、はい、はい、マスクちゃうか。マスクちゃうか。You can feel special I'm going to have a new one and one and one ザルネネ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 まだ何度になってもいいな。ワンペンでめぇ、バイブス入ってない。いきなりトゥワイスはバイブス入らないです。何やってんの。ちょっとトゥワイスよく聞いてるわ。トゥワイスよく聞いてます。答えるよ。あれちゃう、服着てるからちょバイブス悪い。服そういうことか。チームの言い方となる統一しみんな裸のかな。そらバイブスあるやん。確かにそうっすね。でリズムするときさ、お前らもさ変化あるな。あ、はい、はい、立ってやりますか。そうですね。どんな曲よ。
な、分からん、トゥワイスの20トゥワイスちゃうやん。え、マッキーも脱がせん。何ですか。そのチーム脱がないです。ジーズ、マッキーも脱いで謝ったらこう許してもらえますか。それはもうやっぱなんで脱がなかったんですか。関係ないしかないか。なんで自分がミスしたところ俺脱いだらなんかトントンなるの。やってる反省の量が。いや、反省合わせようと思って合わせんで脱いだから被害じゃん。ボス、お前が言ったの。その前の誰なの、この緑は。知らないです。マキヒカ。え、マキヒカです。ちゃうよ。なんで緑、誰なの。ギャグやってます。え、ギャグ持ってます。あのギャグちょっといいですか、言っちゃう。ギャグやっても普段なんかやりますよ。姫はちゃんとやんの。サンバのリズムは知ってるかい。ほほほい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 ほほ。ひとのえ。ひとのです。ひとのです。ちょっとギャグは回収できなかった。じゃあどう、マネージャーちょっと。ひとのでいいか。ひとのでいいですか。サンバのリズムを知ってるかい。ホッホッホイホッホッホイ。すいません、カプシーです。いや、恥ずかしいなって思うけど、すいません。はい、お前ら、すいません。おはようございます。どうしよう。お前も今日あれちゃん、1時に来いって言われたんじゃん。あ、1時ぐらいに来るから。あ、すいません。お前何時、何時だ。1時5分です。1時5分、はい、今日何時やる。はい、調子乗ってやる。いや、乗ってないです。お前出口長な、大きい方の誰。サンバのリズムを知ってるかい。はーい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 。バカにしてんの。そうお前マジ。いや絶対です。もう遅刻してきたよ。いやいやすごいよ。スケジュール今日マッチのリスケしちゃって。お前ガチなんですよ。大丈夫です。僕がほんまにダブルブッキングしてしまって、はい、サンダサンダ立ち上がるよ。あ、来いよ。何をやったの。ジュニア君の今の見たよ。え、俺脱ぐんですか。脱ぐ脱ぐえ、脱ぐんですか。当たり前や。脱ぐんですか。いや、違う違う、もう今日はネタとかちゃう、ギャグとかちゃう。もうそんまに巻きが今ほんでそれだけ脱がへんみたいになって、はい、もう今こんな状況になってる。いや、脱がんでしょ。いや、もう俺はそっちつきます。そうっすね。でも前の脱ぐ。いや、脱がん。脱ぐやろ。え、抜いたら許されてる感じですか。抜いても許されてないです。ああ、まあ、で、ボスなんで、まあ、リーダーがそれで拒否してもその自分だけ責任取られみたいな。僕も悪いんで、抜いて。そこはな、社長は謝らなあかんやん。いや、僕社長じゃないですし、僕は本当に何も悪くないです、僕は。チームいや、チームとかじゃなくて、普通に関係ない。僕がじゃあオービス引からしたらお金払ってくれますか。払ってくれませんよね。それと一緒です。いや、とりあえずじゃあもう霊気出しもやるよ。お前やってからちょっと、うん、座って。え、俺やるんすか。お前ももういいか。服着てても何でもいいから、うん、とりあえずここにやれ、うん、ライブの感じでやる。ライブの感じでやれるんですか。あ、コーヒー持ちます。いや、いいよ、その気遣いいらない。笑ってるやん。え、全力で。あ、よやれや。チャンプの水をしたから。え、それやったらどうなるんですか。許してもらえるんですか、みんな。いや、それはもうやってから考えろ。貴重やん。サンバのリズムを知ってるか。はい、ほほほい、ほほ。これやめた方がよくないですか。これどうなんですか。おタイミング指だ。OK、ありがとう。はい、許してもらえますか。じゃ無理だ。無理ですか。むっちゃ汗かいてますけど。マッキーはい、すみません、失礼します。おはようございます。何やねん。差し入れ。は？
マジで。お前も脱げ。どういう状況ですか。水皆さんで。もうええから、もう脱げって。何これ。髪を脱げよ、お前。もう脱ぐな。ええ、すみません。脱ぐの早いな。ええわ、帰れ。それで。それでよ。自分じゃもう見ようにしちゃってる。サンバのリズムを知ってるかい。あ、ほほほい、ほほほい、ほほほい、ほい。すみません、僭越ながら。三。ジェイさん、今じゃ無理ですか。無理。やっぱボスやな。マキちゃんとやろう。レイさん、レイさんやろう。サンバのリズムを知ってるかい。ほほほい、ほほほい、ほほほい、ほい、ほい。アレンジしすぎや。ちょ、あかんな、今日何ですか、こんな日やっても足首痛た。ちゃんと歌ってくれへんし。いやいや、あの、ちょっと、それはまあ、マキーやめることやし、リーダーも今日失格ってことやな。何やったら歌えんの。じゃあその何でも歌えます。何でも歌えんの。はい、今知ってたら歌えます。歌詞覚えてるやつなんかない。カラオケで歌うやつ何。エイトさんの香水。はい。お前らリズム。はい。マイケこっち来い。リズム。3、2、1。夜中に、まあ、いきなり開いてんねんって信じからラインになったんですよね。そのキリコは3年ぐらいのワールドカップ一緒に目指してるのに何してんねんって思ったんですよね。トゥルトゥトゥトゥリオ。トゥルルトゥトゥリオ。バカにしてんの。いや、してないです。ここはないもん。あかんわ、もう今日無理や。今もうしてるけど。もうダメですか。ダメですか。もう帰って。もう無理や。無理です。まあ、そうですね。裸ですから。いや、もうそのまま出てってやん。出てっマジっすか。汗っすか。すいません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 。まずちょっとリベンジさせてください。いや、何のリベンジ。え、マキカさんは帰らへん。すいません。はい。はい。僕もじゃあ。すいません。こんな感じで。ごめん。え、もちろん。すいません。さっき帰ります。ごめんなさい。して。ケー、出てんの。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。始めました。あ、いいです。お願いします。お前も帰れ。あ、僕も帰ります。てぃてぃてぃ。ドッキリでした。でしょうね。でしょうね。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。本田圭佑です。